島田洋一の朝から言わせろーいいねそれおはようございます KBC の祐内お平ですおはようございます嶋田陽七ですおはようございます小柳木ゆうきです師匠<ん>そろそろ今日ぐらいから皆さん飛行機とか電車とか車とかでそうやろな佐賀空港あたりも相当混んでるよでしょうね高価はもうむちゃくちゃ混んでるけどそうで,す、ね、でも佐賀空港でねあの なんちゅうの駐車場がタダやったり、はい、韓国も飛んだり台湾とか上海も行ってるもんな、うん、だからまああそこは着陸料が多分安いと思うね、はい、だからで福岡混み過ぎてるからやっぱりもう海外あっちちょこっと移った方がええかも確かに、ね、ただ滑走路が短い、うん、でも短いけどあのー、田んぼやから伸ばしたらええもうちょっとな<ー>と俺は思うね、うん もおしゃべったことあるもんもう少し短いんですよっつってはあ、はあ、滑走するのももうすぐ上がらなあかんやろ、はあ、だから僕だけの力じゃないと飛行機が勝手に上がってくれるらしいで、はあ、バーッと走ってたらもうないやん、はい、滑走路がもうないと思ったら飛行機がウィーッ上がらなきゃあないらしいねへえ<ー><ー> 飛行機がそんな判断するわけないやろ。嘘つき黒帯すごいっすね。いや、でも、そんな犠牲が。飛行機自体が、わあ、で、うわ、もうない、もう、かしらない、うと上がるしかないから今、すごい本物のトーンでしたよね。そう、だから、あと、あと百メーターぐらいやったら、もうちょっと大きいのもつく。飛行機かな。うん、本当、本当、それは本当よ。だって、周り、何もないから、作りやすいと思うね。 がもう一本増やすとかな、福岡とはまたわけが違いますから、ね。違う。だから貨物便とかなんやかんやはあそこから佐賀。はいはい、一番いいのはね、うん、佐賀の鳥栖あたりからね、やっぱり JR みたいな電車通すことやる。ああ確かに。そしたら貨物便は全部向こうで早いやん。はい、はいはい。うん、やっぱ福岡混みすぎ。うん。あれ。 いいつも時間りなななかか出空で待たされます空で待たされるあと着陸した後じーっとなゲート行かんもん前の飛行機がまだ降りますからしばらくお待ちくださいってだからやっぱ混みすぎて怖いやろだからやっぱり佐賀空港はもうちょっと増やした方がいいのかもなせめて貨物便とかあと成田便なあ成田も佐賀から1個飛んでんで 安ねえんね7 0円とか9 0 0円とかやでそのくらい成りたからまたこのこのな,な新宿空港かなんかなうんなんか飛んでるようんうんうんうだからもうちょっとこう増やしたらいいけど、うん、だってあのまあ空港の中がなちゃんと国際線とあれと分かれてないのよ国際線がの時間になったら真ん中からカーテン引くよんだ、ね、<laughs> え <laughs> カーテン引く<笑>う,笑うぞえ本当？ほと <laughs> ほんまやってこれほんこれほんまや俺見,俺見てるわ佐賀くん 皆さんカーテン行きます右側は国際線でってそんなちょっと一旦じゃ行ってみて一回一旦お時間いいやいや本当ですかほんまやって一旦お時間に嘘んだけどすぐ遅いう。うが最後に <laughs> また来週ですカーテン行くで